はい、こんにちは、RKGQ です。こちらね、コンポーネントたくさん出してますけども、ね、お分かりかと思いますが、こちら指輪物語デュエル中津国の決戦というわけですね。今日ねこちらをねご紹介していきたいと思います。で、まあこちらのゲームね、たくさんの方ねもうご承知いただいていると思いますが、デュエルと名前がついている通り、こちらですね、ドラフトゲームのね、まあ U といえばセブンワンダーですけども、あれを二人用に落とし込んだ、まあ名作中の名作ですね。こちらセブンワンダーデュエルを新しいシステムに置き換えて持ってきたっていうのが指輪物語なんですね。なんで最近ね、よくありますけどね、白ブラス、黒ブラスとかですね、ああいう感じのとこの名作だったやつを少し中身を変えて新しい楽しさを出してるっていうパターン出てきたのが今回こちら、指輪物語デュエル中津国の決戦と、まあこういうわけなんですね。まあ早速ね、中身をね、ご紹介していきたいというふうに思いますが、まずこのゲームですね、目的についてね、お話できればなと思います。このゲームですね、二人用の、ね、対戦ゲームなんですけど、3つの目的のうちの1つをですね、どちらが早く達成できますかということを競うようになってですね、どれか1つでもいいので達成できた陣営勝ちということですね。1つがこちらですね。こちらなんかこうぐーっと動くゲージがあるわけなんですけども、これをですね動かしていくことによって、指輪の旅ですね、こちらね、ここにねフロドやなんかあるわけですけども、これがぐーっとこういって山のとこまで行ければ、これはこれで勝ちなんですね。こちらのね、陣営の方の勝ちということですね。もう一個はこれナズグルですね。これ追いかけてくるんですね。なので、これどうやってもね、ずっとついてくるわけですけども、ナズグルがこう追いついてしまっても、ナズグル陣営の勝ちなんですね。こっちの方が勝ちますよというなっているので、ここの山までどんどん行くというのをどんどん逃げ切れるのか、途中でナズグルが追いついちゃうのかっていうやつの、このいわゆるレースゲーム的な部分が一つですね。旅を完遂するというのが、一つですね。で、もう一つのところはこちらの方ですね。これ中津国のですね、1,2,3,4,5,6,7っていう7つのですね、まあ、エリアがあるんですけども、こちらの方に実はこれ、こういったユニットを派遣できないってですね、まあ、そこを征服したみたいなことになってるんですけども、これをお互いの方が出し合っていて、7つのエリアを全部制覇したっていう状態、征服したってことなんですけども、征服したっていう状態になれば、それで勝つんですね。なので、こちらの方のエリアの方の征服というのがもう一つあります。で、もう一つのところはこちらですね、様々な種族の方がいるわけなんですけども、1,2,3,4,5,6 っていう6つの種族から協力関係を取り付けられますかっていうことに成功しても、まあ勝ちますよと、こういうことなんですね。なんで、旅を終わらせることができる。中津国のところの各エリアを全部征服する。6つの種族からの協力を得るっていうのを、どれかを早く成し遂げたプレイヤーが勝つと、こういうことになってるんですね。前のやつね、よく似てるようで結構この辺違うわけなんですね。じゃあ、プレイの流れがどうなってるかって言いますと、こちらね、元のやつと非常によく似てまして、こちらに出てきましたのはですね、今回カードがですね、第1章、第2章、第3章というカードに分かれていまして、いわゆるまあ大きく分けて3ラウンドプレイするわけですが、最初の第1ラウンドのところは、このようなピラミッド型に配置され、一定枚数余りますんでね、これも使えません。だから必ず全部出るわけじゃないんですけども、このような形に配置して、このカードを基本的に1枚ずつ取っていくというのがゲームの進行なんですね。これね、オリジナルのセブンワンダーデュエルとね、ほぼ同じですね。で、ここのところはマニュアルにもありますように、1章、2章、3章でね、組み方が違うというのも原作に非常に似ているところですね。で、プラス最初ね、初期資金がお互いの陣営にありますんで、一定のお金を受け取って、おいて、実はこっちもね、初期配置が本当はちょっとありますんで、初期配置をね、正しくしてもらえば、もうゲーム開始とこういう仕掛けなんですね。で、プレイでは基本的にどうするかというと、大きく分けて2つ選択肢がありまして、1つはこちらの方からカードを取るですね。まあ非常にシンプルですね。で、カードを取ったら、この後もう1つ選択肢があって、自分の手前の方に配置するということですね。自分の手前の方にこう置くということですね。で、こうするか、もういりませんよって捨ててしまって、お金を受け取ると、こういうことですね。で、このセブンワンダーデュエルとここが違うのは、1章は必ず1金なんですね。捨てれば1金固定、2章は2金、3章3金ってお金がね、何章かにでもうお金決まっちゃってるんですけども、まあとりあえず受け取って出すか、受け取って出さずに捨ててお金を受け取るかと、こういうね、選択肢はまず大きくあるんですね。で、もう一つの選択肢何かっていうと、こちらの方に今隠れちゃってますけども、これですね、セブンワンダーデュエルでいういわゆるワンダーっていうのはなくなってしまいまして、こちらの方で場所っていうやつを取り合える、場所タイルというやつを取り合うことになったんですね。まあ、前セブンワンダーのようなワンダー的なもんなんですけども、まあコストはもうべらぼうに重いです。こちらはですね、このね、パンチパンチパンチ、ハートハート、クラウンと書いてます。これ全部必要なんですね。で、これ何枚目かによって依存しますんで、これがなんかそのアイコンなんですけども、自分のところに何枚あるかによって、1枚すでに持ってれば1金、
2枚持ってれば2金みたいな、だん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 お金が高くなっていくんですけども、まあ、これを買うということですね。手元の方にそれのアイコンに該当するものがあればこちらを買って、ここに書いてるやつがいわゆるここのね、この黒っぽいところって実はここなんですけども、こちらのところに要塞と2ユニットを置くことができて、その後ユニットを2歩前進していいよなんてこと書いてるんでね、例えばここのところに要塞と自分のユニットを2つ配置して、その後前進させて、この後通称名してこのゲーム消えますんで、動かしてもう一個動かすとかね、要塞の押しはちょっと特殊なルールがあるんで置いときますけども、このような要は非常に大きいボーナスをもらえるというですね、この場所タイルを取ると、これの選択肢なんですね。なのでもう一回申しますと、手番になるとカードを1枚取ってそれを配置する、または捨ててお金をもらうっていうことをするか、場所タイルのところをここの条件かなり高いですよね、序盤買えるもんじゃないんですけども、これを購入して、ほとんどのものは何らかの要塞をこっちに基本置きますんで、要塞を置いてさらなるボーナスをもらうというやつを、まあ、すると、この前ずれ化をしていきましょうと、こういうことになってるんですね。だからこれ全部お互い早物勝ちですね。お互いどん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 見えてきますんで、早物勝ちだと、こういう仕掛けになっています。で、じゃあポイントになってくるのはこっちなんですけども、いくつか色ごとにも完全に傾向が分かれていまして、この灰色の傾向ですね、灰色の傾向を持っていれば様々なシンボルがあるので、さっきのようなこのね、支払いのシンボルに変えられるわけですね。こうやって2シンボル持ってますよとか、あるいはこちらのこのグリーンのところですね、グリーンのところは同じもの、あるいは異なるものを一定枚数持っていれば、こっちのところの協力を得られるんですね。該当するものを X 持っていればこれで協力を得られますよって言って特殊能力をもらえるんですね。ちょっとした条件がありますけども、もらえる。で、これを集めれば勝てますので、これをたくさん集める。ただしこの時も下の方にほら、なんかアイコン書いてますよね。これがなければお金払わないといけないですね。所定の金額を払うことによって置くか、所定のシンボルを持っていればタダでもらえる。またこれを持っていればこのシンボルが月持っているようになるので、このシンボルから派生する1章だったら必ず2章以降にいますので、タダでもらえるっていう要はルート的なもんですねを持つっていうこともできるので、こういう緑の系統は必ずこちらのところの味方をね、増やすっていうためのカード。そしてこのブルーのやつは条件にほぼ一緒ですね。ここに書いていればこのシンボルを持ってるか、所定の金額を払うってことなんですけども、ブルーのやつを持っていればこれ指輪、つまりこちらのやつが所定の分だけ動くんですね。自分がどっちの陣営かによって全体動かすか、ナズルグーガラを動かすかは変わりますけども、このブルーのものに関しては必ず指輪のところを動かすと、こういうことなんですね。で、またこれ取っていくとね、その上のカードがなくなって、例えばこれを取っていくと、この上のカードがなくなると、どんどん解放されて下にアプローチできるっていうのも前と同じなんですけども、こうして開いてくれば、下のところがどんどん見えてくるので、例えばこの金色のやつやったらもう純粋にね、お金がもらえるので、すぐお金をもらっていきましょうとか。特殊なものであればこうした赤色のところですね、赤色のところも所得条件がありますけども、この自分の1ユニットをここかここ緑か青に置けるんですね。で、これもまたね、関連するカードを無料で手に入るなんてありますけども、こうした赤系のカードでこちらの方にユニットを送り込む、ブルー系のカードで指輪を進める、緑系のカードでこの種族やなんかのところのね、協力を取り付ける、灰色のものは全てのものに共通する自分のまあ資源的なもんですね、ものを入手する、そして黄色はお金と、基本こんな形になってるんですね。これのところのどれかを本当は1枚取ってアイテム1枚取って行って行ってっていうのを繰り返していって、全部これがなくなると新しい2章が出てくると、こういう仕掛けになってるんですね。2章になると先ほど言いましたようにこの組み方がね、変わってくるので新しい組み方で出てきますよと。もちろん2章が終わっても勝負がついていなければ新しい3章のカードが出てくる。ただし3章だけはパープルの特殊なカードがあるので、これ特別な効果がありますんでね、相手のユニットを削除して2金奪うとかね、結構ひどいやつが直接攻撃みたいなのがありますんで、これね、お金を1金相手寄せさせて自分のユニットが2ユニット動くとかね、ありますんで、指輪もいっぱい進みますしとかね、単勝あたりはかなり派手な能力が待ってると、こういう仕掛けになっています。で、ちょっとね、今ね、お分かりしづらいと思うのは、ここのところをちょっとフォーカス戻そうと思いますけども、最初要塞とかないんですけども、こいつらのところはどうなっているかっていうと、基本的にはお互いにユニット出てきたら、あ、動けとか出ていけっていうのがあると、あ、出ていきますかね、ピッて出ていくっていうことなんですけども、動いてくっつくと、基本ユニット同士は消えちゃうんですね。両方とも必ず通称滅で消えてしまうので、両立しないんですね。
で、ただし、この場所のやつで取ったら、要塞が立つんですね。要塞は相手と関係ないんですね。だけど、支配力はあるということになってるんで、この場所カードはこれと同じ7箇所あるんですね。ぴったり同じだけ。7箇所あるので、要塞を取っていけば、まあ絶対どっちか取れるんですね。片方7箇所場所取っちゃえば絶対ありますからね。っていうことになっているので、この要塞をうまく置くことによって、そこの制覇はもう絶対に揺らがない。他のやつはね、こうぶつかっちゃったら、消えたりしますんで、要塞をうまく置くことによって、そこの征服っていうのを維持しつつ、他のところへ攻めていく。ただし、攻めていく場所は自由じゃないんですね。先ほどカード見ていただきましたけども、行ける場所って結構固定されたりするんですよね。で、もちろん移動するっていうやつもありますけども、それもやっぱ移動元があるので、どこでもいいわけではないので、今勝たないといけない場所なのかっていうのをよく考えながら、このユニットを動かして中津国を制覇していくと。まあ、こういう仕掛けになってるんですね。なので、オリジナルのセブンワンダーと非常によく似てるといえばもちろん似てるんですね。これ今2章出しましたけども、まあ、こうしたね、まあ、構造のところから表向きになってるやつを1枚取る。そうしたら上のがなくなったら、このように新しいのがオープンされる。相手のところが、じゃあここもこっち取りますよって言ったら、また空いてるところがあればアプローチできる。そうしたら空いていくって、まさにね、セブンワンダー出るそのままですよね。こういったところの動きはそのまんまなのですが、やってることが結構プレイ感が違うんですね。こちらのところ追いかけが結構厳しいんですね。なぜかどんどん追いかけてきますし、後半一気に動くなんていうのもあるので、こうしたところの追いかけ合いとかもしつつ、ここばっかり着目していると、いつの間にかこちらのね、各種族との協力はね、お互いどんどん取っていったり、これも減りませんからね。じゃあ俺もこことこことここの協力はもう取り付けたぜみたいなものになってるっていうこともまあ往々にしてありますんで、まあこうしたところの協力関係、あるいはここのね、いつの間にかこれどんどん征服し合ってるやんってね、ゲーム進行していけば自然に征服領域が増えていきますからね。この要塞なんか置いていきますからねっていう、ちょっと見るとかやっぱりいろいろあって、同じシステムを使ってるんだけども、非常に指輪物語的なテイストで進行するっていう風に変わってるなというのが全体の所感でございました。細かい部分は結構いっぱい変わっています。こちらの方の下の特殊能力も、まあ、今回風にやっぱりこの指輪を進めるとか、ユニットを動かせるみたいなね、これもらった時に使える能力ですけども、たくさんここも全然中身変わっちゃっていますし、元々のセブンワンダーデルの方だと、先ほどからよく出てきているこのシンボルですね。こういったシンボルがないときに、相手のプレイヤーのね、カードの出している状態によって、攻撃によって何金払えばいいかって変わってたんですけど、こっちの連中って今回ね、物語的に攻撃とかできるわけがないんですよね。なのでもう全部支払う金額が固定だったりするので、細かい部分の調整のプレイ感はかなり違います。でやっぱりこれでユニットが突然ボーン飛んできて、こうどけられてね、ピッてのけられちゃったっていうのもあるので、結構やっぱダイナミックなインタラクションがあるので、そういうところは似たところがありつつ、だいぶプレイ感は違うということはですね、ご承知いただけた方がいいと思います。やっぱり違う新しい面白さがあります。で同時にやっぱりもう一つあるのは、これやっぱりセブンワンダーデュエルのリメイクなんですね。なんで元々のこの構造のところをうまく採用していって、指輪物語用に変えましたということがあるんですけども、元々のこの指輪物語であったこれをね、先取っちゃった方が相手側の方が新しい選択肢ができて、ちょっと嫌だなみたいな気持ちになる時あるんですね。今なんか同じ出てきましたけど、あるんですね。でただ今回の時はまあいろいろ攻めぎ合ってる場所があるので、そんなこと言ってる場合じゃないっていうこともまあ、あるんですけども、先にめくっちゃうのはやっぱり嫌だなっていうことの解消するために、セブンワンダーの方は後からですね、セブンワンダーデュエルのパンテオンのね、この拡張のところでこの辺り非常にうまく吸収したんですよね。先にめくった人にも恩恵がありますよっていう形の方で集約されていたので、その辺ところで必須拡張と言われるほどプレイ感変わったわけですが、それはまだないんですね、こちらの方はね。なんかいずれこれも拡張せず出るんだろうなという気持ちはもうガンガンしますけども、一旦こちらの方はあくまでセブンワンダーデールの一番ベーシックな基本セットをもとに、指輪物語の世界風に入れ替えて、プレイの根本はよく似ているが、プレイ感が全く新しい種族の仲間たちの協力を得る、7つの征服するここの旅を完遂するっていうところに切り替えたというのが、こちら指輪物語デュエル中津国の決戦でございました。これはこれで面白いので、また腐らないタイプのね、まあ指輪物語嫌いな方はちょっと全然ダメですけども、非常に美しいリトレさんのアートワークやなんかも絡んでですね、持っていて、まあ問題のない、しかもワンゲームもね、結構短いんですね。30分から40分ぐらいだったら終わりますんで、サカサカプレイできる。しかもカードはなんか全部前より大きくなって、随分プレイしやすくなりましたんで、そうしたところでですね、かなりプレイアビリティも向上しているっていうところで着目してみてもよろしいんじゃないでございましょう。というわけで今回ですね、指輪物語デュエル中津国の決戦をご紹介いたしました。竹内チャンネルの春圭介でした。
はい、動画をご覧いただきましてありがとうございました。ザ・ゲームガイチャンネルですね、ボードゲームの専門チャンネルになっておりまして、様々なボードゲームのレビューとかですね、プレイレポートなどをお届けしております。もしですね、このチャンネルをお気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録とかですね、個別の動画へのいいねボタンをよろしくお願いします。ザ・ゲームガイチャンネルの春99でした。